マインツ、ドイツ一部は3日、鹿島アントラーズの日本代表 MF 佐野海舟、23、を完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2028年までの4年間となる。写真、美しすぎ、逮捕されたい、なでしこ MF の一日警察署長に称賛続々。岡山県出身の佐野は米子北高から2019年に FC 町田ゼルビアへ加入。昨季に鹿島へ完全移籍し、ボランチを主戦場に活躍していた。昨年11月には日本代表デビューを果たし、国際 A マッチ通算4試合に出場している。今季 J1 リーグ戦ではここまで21試合中20試合に出場し、2位を走るチームに貢献。今月1日に海外クラブ移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱することが発表されていた。マインツのスポーツディレクターを務めるクリスティアン・ハイデル氏はクラブ公式サイトを通じ、佐野海舟はそのボール奪取力、テクニック、走力、闘争心で我々の中盤を強化してくれるだろう、と期待。彼にとってマインツへの移籍は、母国日本から国際舞台への第一歩となる、と指摘し、マインツはそのための理想的なクラブであり、私たちは海舟がここブンデスリーガで潜在能力をフルに発揮できるようピッチ内外でサポートしていくつもりだ、と約束した。佐野は加入に際して、マインツは選手としての僕をよく見てくれて、僕の強みだけでなく、成長の可能性も見出してくれました。海外でサッカーをするのが僕の夢であり、日本にとってブンデスリーガはすごく特別なものです。と喜びを語っている。マインツには過去に岡崎慎司氏や現ヴィッセル神戸の FW 武藤義則が在籍。鹿島でのラストゲームとなった6月30日の神戸戦で武藤と対戦していた佐野は、僕より前にここでプレーした日本人選手たちと同じように、マインツのファンをワクワクさせることを楽しみにしています、と活躍を誓った。